第3号区選定は日本海軍の区選定。1933年度1計画追加計画による第1号型区選定に続き、2計画で第51号型区選定と共に計画された。ともつる事件の影響で計画時より復元性が考慮され、第1号型とは別設計となった。竣工後、本席は佐世保鎮守府。 所属は、佐世保防備隊となり、シナ事変では、中止方面作戦に従事した。太平洋戦争では、主に南方で、紹戒や、戦団護衛に従事した。終戦時スラバヤに所在し、シンガポール南方海面で、海没処分とされた。第3号区選定の艦級は、各出典で以下の相違がある。基本計画番号は、K4。第1号型と比較して、 復元性能を考慮し、一般偽装は第1号型の使用実績を参考にした。また建造中に第4艦隊事件の教訓により、船体構造が改正された。船体は第1号型に比べて長さを短くし、水を深くした。煙突を低くし、マストも短小としている。復元性能は計画講師状態で百七度となっている。火事は、 1> 第1号型が、傾斜2枚火事だったところ、第3号は1枚の平行打に改められた。手機は、カンポ本ン式22号6型ディーゼルを装備、第1号型が装備した手機より、機頭数を減じ、回転数も抑えた、楽な機械を採用した。出力は、第1号型より低下し、速力は20ノットを計画した。 発電機は 40kW105V 内火発電機2機、1区場 55V 交流発電機2機を装備した。方向並走は第1号型とほぼ同様で、爆雷36個搭載も同様であるが、竣工時より94式投射機2機と装填台2機を装備した。爆雷投射装置の装備は苦戦艇として初めてになる。単身技は、 スカム射程を装備した。航海及び光学兵装として、十四式一点五メートル速距偽一機を装備した。また十二センチメートル望遠鏡二機を装備した。無線兵装は九百四十三年の現状値として、送信機は九十七式特五号一機、受信機は九十二式特10改め三四機、無線電話装置は二号改め三は、総一機。 90式改め41機を装備した。ボートダビッドは、ラッフィング型を採用、船体幅が狭いので上甲板前後の交通の邪魔にならないように搭載艇の収納位置を高くした。舵取り機械は100ボルト電動3馬力1機、用病機は100ボルト電動10馬力1機をそれぞれ装備した。主以下りは、普通型0.3トンを2兆。 福井狩りは海軍型0.1トンを1丁、秒差は18ファイエックス7節を2連装備した。ホーサーとしての工作は、艦備軽流用に22ファイエックス75メートルを2巻、横付け用に20ファイエックス50メートルを2巻、衛船用に24ファイエックス175メートルを1巻、軽流作業用に20ファイエックス100メートルを1巻。 完備軽流用に2 2 f クス7 5メートルを2巻、横付け用に2 0ックス5 0メートルを2巻装備、した。朝作は、軽流作業用に3 2 f クス1 7 5メートルを1巻、福井り用に2 6 f クス1 7 5メートルを1巻、千作0 0及び雑用に2 2 f クス1 0 0メートルを1巻、装備した。基本計画時の使用用目は、 右の通り。計画時の名称は、第三王型区選定。1935年4月17日、浅野造船所で起航。指揮会は、呉海軍交渉で製造された。浸水は1936年3月12日。竣工は、同年7月1日を予定していた。1935年6月20日、第三号区選定と命名。 特務帝中の苦戦帝に類別、帝型ななし。1936年6月6日、浸水、同年10月5日竣工した。1936年12月1日現在、本席は、佐世保ジュ府、所属は、佐世保防備隊。12月14日、特務帝類別等級の苦戦帝の項目が、改正され、等級に第1号型と、 第51号型の2つの艇型が決められた。本艇は第1号型苦戦艇に類別された。シナ事変により中止方面作戦に従事した。1940年11月15日、苦戦艇は特務艇から外れ、官艇となる。同日より苦戦隊が編成され、第1苦戦隊は第1号、第2号、第3号で編成された。 1941年5月、第1区戦隊司令区選定になった。海戦時、第3艦隊第1根拠地帯、第1区戦隊に所属し、フィリピン作戦に従事、船団衛などに従事した。終戦時、スラバヤに所在した。1946年7月11日、シンガポール南方海面で、海没処分、8月10日除籍された。 平野康春退位、1936年6月1日、真庭健次予備退位、1940年11月15日から1941年5月5日、水谷勝次予備退位、退位、1941年5月5日から1943年10月15日、上野紀行退位、 1943年10月15日から1944年11月20日、木内文治大衣。1944年11月20日から1946年7月1日、AB 一般計画要領書、P14 では、回転数550となっている。一般計画要領書、P12 の現状値は、水中超音機、単身技の高ともに、 空白のままになっている。一般計画要領書 P2 では、公私平均喫水は2.10メートルとなっている。順位招集を解除されたことによる自動会食。ありがとうございます。